はい、今回の動画は Excel で入力した日付から指定した特定の日付を表示させることができる E4 マンス関数の使い方を簡単にご紹介したいと思います。 で例えばですけどもね今回の表で言うとですねこの商品の納品日があってですねそのね納品したね日付をね入力をしただけでこの支払い日をですね表示させたいといった場合ですねそんな時にこの EO マウス関数を使うとですね日付をね入力をしただけでですね、まあ、自動的にですねその指定した日付を表示させることができます。 はい、それではですね、今回はですね、じゃあこの入力した納品日のこの月末でですね、締めて、まあ、翌月の25日が支払い日という形でね、自動的に表示されるようにしてみたいと思います。それではね、じゃあ今回で言うと、この C の2のセルですね、こちらを選択をした状態で、この関数の挿入ボタンをクリックします。 はい、次に EO マンス関数はですねこの関数の分類はですね日付時刻のところにありますのでこちらを選択をするとこのアルファベットの E のところですねこの EO マンスというのがありますのでこちらを選択をして OK ボタンをクリックします。 はい、ではまずはですねこの開始日ですけども今回でいうとねこの B の2のセルになりますんでこちらを選択をして、まあ、次にこの月のところなんですけどもこの月のところに入力をする引数なんですけども、まあ、今回はですねこの入力をしたです、ね、この月のですねまずは月末締めにしたいのでそういった場合はですね0を入力をしてください。 これでですね、この下の数式の結果のところを見てもらうと分かりますけども、まあ、入力をしたのが2023年の6月の6日なので、まあ、その月末ということで6月30というのがですね、こちらで表示されているのが分かります。 で例えばですけどもこれが月末ではなくてですね翌月の末ということであればこの、ね、引数のところはですね1を入力をするとねこちら見てもらうと分かりますけども7月の31日になってで、えー、逆にマイナスの1ですねこれにするとですね1つ前の月の月末になるので5月31日というのもですね求めることができます。で今回はですねその入力した月の月末にしたいので、まあ、最初の、ね、0を入力をしておいてまずはねこれで OK ボタンをクリックをしてください。 はいそうするとね、こういった形でですね、入力した月のですね、月末を求めることができたので、まあ、今回はですね、月末で締めて、翌月の25日を求めたいので、この上のね、数式ーの右端のところをクリックをしてもらって、ここにプラス25というふうに入力をして、これで Enter キーを押します、はい。そうするとね、こういった形でですね、入力した月のですね、まあ、翌月の25日をね、求めることができましたんで、あと下はね、コピーをすれば OK ですね。 はい、といったことで今回の動画では Excel の e o m a n c 関数の使い方を簡単にご紹介しましたけども、こういったですね、入力した日付に対して特定のですね、日付を求めたいといったときにすごくね便利な関数なので、うまくね使ってもらえるといいと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。